はい、レオンです。今回もね、引き続き HK10 ウルトラ3 Wi-Fi ブラックの動画やっていきたいと思います。今回はね、これちょっと外してみようかなと思って、このフィルムっていうか、の包装紙って言ったらいいのかな、ちょっとなんかぐじゅぐじゅになってますね。これがシールがめっちゃ硬いんですよ。一応ね、この出品者さんにも2日ぐらい、まあ、前回も HK9 ミニプラスと、あのハロー3プロプラス購入した、2個購入した時にもお願いしたんだけど、約2日ぐらい動作確認させてくださいってことで、でそれで受け取り評価やりますよっていうことで、これ一応シールこうやって貼っとこうか、こうやって、これシール貼られてないな、ここも、あ、ここは貼られてるんだけど、これ貼られてないですね。これ一応こうやって置いとくか。すごい、あんまり触りたくないんだけどね、まあいいか、こういう感じで。すごいね、あ、これね、こうやって動くようになってるんですよ。こうやってあのセンサー、ジャイロセンサーってあるでしょ、プレステ3とかプレステ4なんか、コントローラーこうやってやったら、コントローラーこうやって向けたら画面もキャラクター動くでしょ、あれと同じセンサー、 G センサー、これはジャイロセンサーだね、 G センサーって書いて言ってたんだけどね、これすごいでしょ。これ初搭載なんで、これがすごいね、Bluetooth これ押しても反応してないんだけど、なんだろうな、こういう感じで。すごいね、すごい。電池のどのぐらいあるのかな、 51%、あ、AI、あれもあるんですね。設定画面、あ、設定ありますね。とりあえず設定を。あれ？設定がなんか追加したんだけどな。あ、OK。あ、これで終了にしないと反映されないんだ。Bluetooth ありますね。Bluetooth。これ。あ、これがウォッチ、あれになってるんだ。すごい。明るさ、これで、あの、あ、ちょっと明るすぎるね。これでいい。なんだこれ、背景を適用する、背景色、画面オフ時間、あ、秒って書いてるな、30秒に設定しとくか。すごい面白い、うん、これね、2、3、4、もう綺麗でしょ、めっちゃ。ちょっと暗いな、ちょっと明るくしようか。すげえだこれ、表示と明るさ。
どうにするか。綺麗でしょ。イルカかクジラ。面白いね。すげえ。いつものスヌーピーですね。スヌーピーのアニメーションになってる。あ、押したらできるんだ。あ、これ他のやつもできるのかな。あ、すごい。なんだこれ。変わるぞ。めっちゃすごいな。なんだこれ。これは変わらないな。変わるやつと変わらないやつがタップして、面白いね。面白い。これは変わらない。だけど編集できるという。なるほどね。なるほどね。いつものやつだ。ああ、これいい、これな。ウォッチフェイスめっちゃ多いんじゃないか。あ、これタップしたら花火が。すげえ。あ、これ編集できる。あ、これ設定できるんだ。バッテリーにしとこう。なるほどね。綺麗だ。面白い。あ、これはさっきのやつだ。すげえ。たくさんあるのいいか。これはあれか。あ、これいいよね。ウォッチ AI。これ編集できるんでしょ、うん、手首を上げるスイッチをオフにするには、なんとかって書いてますね。ウォッチフェイスめっちゃいっぱいあるな。接続する、いいっすね。王冠をダブルクリックして離してください。暴力を振らないでください。面白いね。こういう感じで、はい、今回ね、この HK9、 こっちにやろうか。 HK9 ミニプラス、あ、 HK10 ウルトラ3 Wi-Fi、HK10 ウルトラ3 Wi-Fi ブラックのこの包装紙のをね、撮ってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。この包装紙撮ってちょっと軽く昨日のをちょっと確認の方やってみました。いろいろ撮るんでね。はい、失礼します。